私の祖父の今ご紹介をいただきました守谷、私は信仰おじい様というふうに言ってましたんですが、幸というふうに、言われたようですが、その、祖父に連れられて、実は守谷神社、一度だけ参ったことがございます。でそれは多分ですね、高校生ぐらいではないだろうかっていうふうに思っています。大変森深い感じがしまして、そしてその中に、ある神社を一緒に祖父と一緒に手を合わせた思い出があります。で祖父はその時にこの神社は何々だっていうふうなことを詳しくは教えてはくださらなかったのですけれども、あれは守谷神社だっていうのが後年、神話から理解することができまして、そこは、藤島神社と、そして対岸にある守谷神社のあそこなんだなっていうのをなぜか私は自覚しました。しかしそれがですね、交通機関がどのようにしていって、どういうふうに、ここたどり着いたのかも定かではなかったわけです。それで、なんか不謹慎なんですけど、その帰りに祖父と一緒に立ち寄った洋食屋さんで、ナイフとフォークの使い方を教えてもらったことだとか、スープを飲む時のスプーンのこう作法とかいう、そんなふうなことを初めて教わったのはその時ではないかなっていうふうに思っていまして、まあその程度でおりましたが、実はこの守谷神社というのが本当に守谷にとって、守谷にとってですね、今現在守谷と言います。守る弓矢の矢と書きますが、その守谷にとって、とても厳守な存在であったということを後年知りました。そしておりましたけれども、そのどのようにしてその大事さというものをしていっていいか、自覚したけれども、どのようにして具体的にしたする方法というのはその時は、分かりませんでした。それですけれども、今さっき花岡さんご紹介していただいた花岡さんが、そのことをこう結んでいただいた存在であったように思います。でそれは私はまた一度そこには行きたいなというふうに思っておりましたから、実はその諏訪神社の全国諏訪神社連合会の中で、お話をさせていただいたことの時に、花子さんがこう待っていてくださって、帰りがけに、実は守谷神社のこのお守りをですね、すっとこう渡していただいて、で、ぜひ一度おいでいただきたいというようなお話をいただいて、いやもうこれは本当に嬉しいと、なんていうかとてもそれは嬉しいことでした。でその後一度2月にお邪魔して、実際に守谷神社をお参りすることができ、そしてその後またもう一度神事でこちらに伺うことができ、そして柱の土地に入ったわけですけれども、その中で非常に私はこの縁をつないでいただいたことを、まあその時読んだ句があります。とても拙い句ですけれども、一つ目は20日の日のですね、時に読んだ3つの句があります。それは何か、神話にて会話見た神初詣、
初詣っていうのは大して1月にのことを言うことでしょうけれど、私の初詣はその2月の20日が初この森屋神社を神話の中で知っていたけれども、初めてその初詣をさせていただいたっていう感じがいたしました。それでこの句を読みました。2つ目は、3つのうち2つにだけにします。2つ目は時ならぬ雪に静まる森屋市。これはたまたま2月20日はその当時ちょっと暖かい冬だったと思いますので、雪の降るという雰囲気はなかったわけですけれども、本当にその時にですね、雪がちょうど降り始めたその時でした。そのことが非常に印象に残りまして、雪に静まっている森屋市というふうに読みました。でこれが非常に私にとっては印象的で、ここに来てよかったなというふうに思いました。で、その後、5月はですね、実際に私は今まで御柱の話を、後ほどさせていただくんですが、御柱というものは、男祭りであって、そして力が非常に必要なので、男衆を盛り上げる意味の、あるいはお客様をおもてなしする側、いわゆる家の中で、女性は、その御柱の時には、おりました。役割としておりました。しかし今回はですね、なんか小綱を私も引きたいなという気持ちが出てまいりまして、どういうわけか分かりませんけれど、マイリア4の御柱がちょうど私の出身は高部というところです。知能の宮川というところの高部っていう、村です。その村の人たちがちょうど知能の人たちと、それから知能の人たちと、それから高部の人たちが一緒になって、前宮4を引くという担当だったんです。それで、読みました。小綱引く棚心を手と読みます。手に聞こえるは神の声というふうに読みました。でこれはですね、実際にこう引いていくことは神様のお声を聞きながら弾くんだなっていう感じがしたものですから、この句になったんですけれども、要するにその御柱というものはやはり神様と直結しているお祭りなんだなっていうことも実際に今回体験いたしました。それで今回お話をさせていただくのは、この森屋神社の存在と、それから御柱とのつながりというようなことで、今日はテーマにしてお話をさせていただこうかなというふうに思ってきました。退屈かもしれませんけれども、時間の許す限りお話しさせていただきたいと思っています。まず私が78代ということはたどっていきますと、初めにたどっていきますと森屋神というものにたどり着きます。で、その森屋神というのが、どういう存在であったかということで、今日もしかしたら皆様にお配りした1ページ目の1というところに、書かれた内容についてお話ししたいと思います。私のお話は古い言い伝えによればということから始まります。読ませていただきます。古い言い伝えによれば、太古の昔、日本列島へ渡ってきた仙人がおりました。仙人というふうに言ってるのは、仙人と言っていただいてもいいかもしれません。あらゆる三霊地を踏破し、黒曜石の宝庫でもある信濃の国を開いた国づかみとされています。そして最後に幾多の3階の重なる真ん中に静まって、
朝日ただ差し、夕日和やかに、雪や風もほどよく、その上守りに良い森屋さんの岩倉に、狩猟漁業の守護神北斗星をお祭りし、祈祷の湯庭と定められました。麓には泉湧き、出で湯湧き、真冬ともなれば竜神が大音響を上げて張り渡った、氷を割って雨かける、神秘の湖が常にへきへきと水をたたえていました。大体これは何、どこのところを指しているかなっていうのをちょっと想像しながら、聞いていただきたいと思いますが、天竜川の諏訪湖とそれから天竜川をのあたりを想像していただけばいいかと思います。湖に流れ集まる谷川は竜神のひげ、湖を竜神の頭として流れる天竜川が、山手たぎり、大たぎり、駒ヶ根にあります大たぎりというところまでをご神領、うちの大あがたと定められました。また、北斗星のおわす北の空の橋の山々を国境と定め、船を越えては越の国、高い橋の山の方、高椿山、音椿山と言いました。これは昔の言い方で言ってますので、越の国は新潟県ですね。そして北斗の神が安らげた方山を戸隠山と呼びました。これは今現在は戸隠山と言いますね。さらに幾多品坂の多い国のうちを信濃の国と名付けられたと伝えています。品坂というのは坂のことでしょうかね。これたくさんこううねってこう続いている坂のことでしょう。そういう品坂の多い国のうちを信濃の国と名付けられたと伝えています。戸隠山は森屋さんの岩倉から望みますと、山脈の重なる信濃の国でありながら、不思議と何の触りもなく視野の果て、北斗星の瞬くところに沈まっています。世人は戸隠山も世人道場、つまり湯庭とし、越の国から塩や魚、海藻類の商いの司である巫女を直接仕切っていたそうな。そして世人は森屋さんの中腹に竹以上を取り出とし、のろし山を定め専用の峠を決めました。一般人の山道道山道は小海峠として商い仏教の繁栄を図り、ここを竹井の里と名付けて住み続けたといいます。森屋さんを荷庭として代々栄えたと伝える国つかみ森屋仙人が活躍したのは、稲作りのことが話題に上る以前の昔のことでありましたというふうに、これが今井信行さんのお話の中から聞かせていただいた内容なんですけれども、私は本当にこういうふうに祖先がこの地に来たなっていう感じをどうしてもうなずきながら聞きました。どうしてもというか疑う余地一つもなかったっていうことですね。でもしなぜっていうのはあるかもしれないんですが、いくつもあるんでしょうけれども、しかし私にとってはこのなるほどな、そうかっていうふうに思いました。したがってこれは何の何でしょうかね、証しもないっていうことを言われてしまう、それまでかもしれませんけれども、一子九伝というものでこう伝えてきた森屋家のこの伝え方、これは文字もない、ペンも文字もないというか、ペンもないね、紙もない、そういうところで書いて残したとかっていうことではなく、口伝えだったということですよね。そして、次の代に伝えていった。でその時にですね、やっぱりこの大事なことを落とさずに全部骨
これを口伝えされたことを覚えていて、それを口ずさむことが次の代にできるものも選んだっていう、またその厳しい、選択の仕方があったり、何人か子供がいるとすれば、このことをどのように伝えるかっていう時に、まず胆力がなければならない。体力じゃなくて胆力、肝玉ですよね。それから、知力がなければならない、考える力ですね。そして、体力がなければならない。でどんな時にでも辛いことがあっても耐えられる力がなければならない。そして人よりも優れた技を持っているっていうことが必要であるというような、そういくつかのその条件が飲めないと子どもに伝えられないというふうに思いまして、そしてセニンは先人の谷へ突き落とすようなことまでして、その中から這い上がってこう来る、それでも負けずに来る、そういうふうなことをさせながら、かなり厳しいですね、ことを課して、そして水掘りを何回もかけるということもいう習慣の中にあって、でそれもやり続ける、そうしたことを通して次の代に言い伝えたということであるならば、かなりの方針なんていうんでしょう、信ずることがあってもいいだろうかなっていうふうに私は思っていまして、まあそういうことです。で、じゃあその森屋山というのはどんな山かっていうことなんですけれども、この次のページになります。森屋山とは、じゃあどこでどうしてそこに来たのかっていうことですけれども、これはどうしてっていうことまではわからないデータですけれども、花の百名山っていうのを書いた田中澄江さん、ご存知でしょうか。でその方が書かれている内容がとても私は印象に残ってまして、その中でそこを引かせていただいたんですけれども、ちょっと読ませていただきます。日本列島は糸魚川から静岡までの断層を西の縁縁とする第一列、フォッサマグナといいますね。それで大きく2つに分かれているというけれど、下に見える諏訪湖の西北にあたって3000メートル前後の峰々が大糸線沿線の平地部あたりから急に盛り上がって芳醇な山容を連ねているのを遠望すると、この宇宙に地球が生まれ、陸と海に分かれ、いろいろな生物が繁殖しだした悠久な旧約の創世紀の昔まではるばると思いが伸びていくようであった。この低い山でこれだけの眺望ということ、これ、この低い山とありますが1650メートルですか、これは森屋山ですね。そういうその低い山でこれだけの眺望ということは、やはり古代の民が里から登ってきて神の心を聞くのにふさわしい場所だと思えたというふうに、まあ、田中さんは書いています。そして私もここに一回今井乃菊さんにが案内していただいて、森屋山という岩倉のあるところに行きましょうというふうなことで連れて行っていただいた経験がありますが、乃菊さんはもうご高齢な方でしたけれども、必ずその何かを確かめに行くときは、土に聞きましょうというふうなことをおっしゃるか、道をたどって土に聞きましょう、そして従って一緒にこう登らせていただいたんですが、花がとても咲き乱れたというふうにここでは書いています。私がいたときはですね、この中の、何でしたっけ、トリカブト、ちょっと怖い花というのだなと思ってたんですけれども、綺麗なお花でした。トリカブト花が咲いていました。ちょうど多分ですね、これ6月のお話だったんですが、8月、同じ年の8月にトリカブトを見ているということなので、
私も8月頃に行ったのかなというふうに思います。当時もあの学校勤めをしておりましたので、夏休み中を利用して、ナインドリックさんやそのあと同じぐらいのちょっとお兄さんぐらいの方たちと一緒に歴史を勉強を始めた頃にそういうことをしたことがあります。そして、その山がこのモレア仙人の千里眼には にとって岩倉となる非常にふさわしい場として選ばれたというふうに思えるということを書いていただいているので、なるほどなというふうに、つまり戸隠山もこう向こう側に見え、そしてその上に北斗星が見える、で北斗の神、北斗星に祈るということがありましたですから、そういうことが気象を読んだり、風の向きを考えたりっていう、それから雲を見たりっていうことですかね、そういうこともあるでしょうし、さまざまなその自然をこうどう理解するかっていうことで大事な場所だったっていうふうに思います。で、その後で、森屋さんは気象を読む森屋の神があそこにいるからっていうことで、なんかその蹴落とすと森屋の神が怒って雨を降らせるから、雨降らない時はそうするんだっていうようなことでのこういう言い伝えが残ってるっていうのは、まあ、そういうこととつながりがあるかなっていうふうには思います。さて、その森屋仙人の千里眼とはどういうことかっていうことなんですが、一般人の恐れる火山の爆発、地震、洪水、暴風を予言して人々を救ったこと、これは今現在この恐怖にちょっと怯える私たちもいるかなというふうに思っているんですけれども、そういうことをその太古の昔といいますか、もうはるかにこの起源の始まりの頃の仙人というものの存在がですね、そういうこともしたというようなことがあったとしたら、これはやはり相当の能力を持っていたというふうに思います。それから次が医術を教え、薬草を教え、悪病、けだものなどによる災難に遭った人や恐怖症、神経衰弱の人を深夜にご祈祷殿に集めて効き目の神事をやって、悪行退散や狐突き落としをして治したと思う。これはかなり近年に近いところまでそういうことがありました。で、これは薬草を煎じて、ホコリクコミ薬とかスワ薬とかっていう感じで、薬をこうあげていたっていうようなことも聞いていましたので、それはあるかなというふうに思いますし、薬草がわかるというのは他の国の人でもジャングルの中に住む人たちがやっぱりそういうふうなこと、これは薬になるんだっていうようなことを知ってるというのと同じように、やはりこの山岳地帯で森や、それから林の中で、生活する者にとっての大変重要な知識であるというふうには思います。そして悪病はけだもの、けだものもですね、狩猟、今は熊が身近に現れて大変なことになっているっていうふうに言いますけれども、そういう者たちとの災難に出会った人の恐怖や神経衰弱の人も救えたということ、それから、この深夜の祈祷殿の引き目の神事というのはありましたので、祖父の代まではこれをやっていたのかなというふうに思いますけど、私は一度もそれの場面に出会ったことがありませんので、どのようにということは伝えられていません、残念ながら。ただし引き目の神事というのはカブラヤを鳴らして
その音の状態からこう、その人の様子をこう判断したというか、そういうふうなことをちょっと聞いたことがあります。また違った私は先ほどもご紹介になった江戸川区というところにいましたけれども、そこで古い神社で、引き目というものをやっている、神事をやっているというところありますので、全くここだけっていうことではないにしても、とにかくこれは守谷のうちでは大事にされた内容です。で、それから秘伝の薬っていうのがありまして、それをスワロスと言われたそうですけれども、これはどういうもので作ったかということを最近になって、医学を学んでいる人たちが聞きに来たりっていうようなことがあったとしても、その処方の仕方っていうのも私にも伝わっていませんし、するので、何かものを書き残したものというのは村のうちの、常に使い番をしてくださったお宅にあるっていうふうに聞きました。聞きましたら、それがちょっと失われたというようなことで残念に思っているところなんですけれども、そういうことがあります。それから、これは山野の薬草や熊や猿の肝や蛇の生き地、これあたりは民間で、やっている方々がいるのではないかと思いますけれども、それから動物の頭の黒焼きというようなこともあるのではないかと思いますが、御頭祭の時の前のですね、随分江戸末期ですかね、この しおりの中に出ている御頭祭の風景を、描いた、これが出ていますので、そこら辺で想像していただければ、金獣の中森ということで菅井真澄のスケッチっていうのが出ています。この持ってらっしゃったら20ページの右上の図がそうですけれども、当時はそうした肝や生き地というか、そういうものであったり、動物の柱の黒焼きであったりっていうようなことを実際にあったということが、神様に供え物としてあったということがあったので、そういうことがあります。それから鹿の骨からは打ち身薬、虫薬、毒払い、血の道や服を作る。で、参詣人は祈祷殿のご心配を京都で持ち帰ったというようなこともあったということです。これに類する3ページ目ですが、諏訪大明神言葉という78段の中に20番新福倉の舞という言葉が出ていまして、でこの舞の中に歌われている、歌の中ですね、歌の中に欧州からはるばる姫御瀬の腹薬をもらいに来たことが見えているっていうことが出ています。で、これはこの女子腹薬を必要とした、お腹が痛くてたまらないというお姫様ですが、それが一回飲んだその、薬、腹薬が大変効いたので、またぜひこれをもらいたいんだと言って、使いをよこしたというようなことが、その舞の中の言葉に出ていると。で、これはその薬の内容は何かっていうと、トライ植物として学会で問題にされた、月抜き草という、これなんとか将軍って書いてある、なんて読むんでしょうかね、毒用将軍って言うんでしょうか、よくわかりません。これ月抜き草という和名だと思うんですが、それを煮詰めて作った秘薬を求めて、平安時代の昔から今日の公家の使いも神鳥の門を叩いているというような内容が出ています。それから通称は何て言ったかというと、かさ薬、または辛いために喉へ放り込んで飲み下したために、ほこり込み薬といったそうである。
これは大正末まで続いたけれども、その資料見つからないのが残念であるということを私は書いてあります。というようなことで、森安仁人がずっと伝えてきたことがずっと伝わってきているというような、これは内容です。さて、それでは、このここの森安仁人神社、どういうふうにこう関わっていくのかということなんですけれども、国譲りのお話を避けて通るわけにはいかないだろうというふうに思いまして、ご存知でしょうけれども、この下の方に書いてあるものを読みまして、一緒に考えさせていただきたいと思います。で、武南方の命の信濃入りの時の国譲りのお話で、あります。で、古事記から一つ、あります。古事記によると、大国主が出てくるところがあります。普段があります。そこを読みたいと思います。古事記より足原の長津国の国づりがきっかけとなったお話もご存知でしょうけど、大国主の命の治めた足原長津国を高間ヶ原の天照大御神が我が物とするために使者を立て国譲りを迫る。大国主の命は国譲りに際し、我が子琴代主の命と武南方の命に問うべしと答える。武南方の命は使者である武イカジチの神、武イカジチの命との力比べに挑み、敗れた命は信濃の諏訪に追い詰められて殺されようとするとき、武南方の命は他所に行かずと言い、大国主の命の言葉にたまわないと命乞いをする。まあ、かなり、詰めて書いてありますけれども、最初に大国主の命は二人の息子に聞いてくださいと、この国譲りを迫ってきた使者に言いました。長男の琴代主の命は、即座に、大国主の命は、の命に私は従いますと、国譲りをしてもよいというふうに答えました。父親がそうであるならばそのようにいたします。で、武南方の命がもう一人いますので、そちらにも聞いてくださいと言いました。そうしましたら、後から来た武南方の命は、使者である武イカジチの命、これは鹿島神宮と言われているところの神様ですね。それでそのとの力比べに、力比べをしようじゃないかと挑んでいます。そうしたところが、武イカジチのことは霊力を使いまして凍らせてしまう。南方ということの手を凍らせてしまう。それで、負けてしまう、敗れたことは、退散します。でその目指したところが信濃の諏訪というふうになるのでしょうか。それで諏訪湖のところに追い詰められて殺されようとした。で、竹南方のことは他所に行かせたということで命乞いをしたということが一つ見えていることです。で、じゃあこれだけでそうなったのかということなんですけれども、もう一つの国譲り神話がありまして、これは諏訪の方でのお話があります。で、諏訪の方で、これは民話をやっているグループの方たちが作っている本がありまして、でこの絵本を私がいただいたので、もし小さい方がいらしたらと思って持ってきましたけれども、ちょっと読んでみますね。民話諏訪の伝説っていうことで書いてあります。
モレヤ神社と藤島神社。その昔、神代の時代、出雲を追われた発展見な方の御事が諏訪に入ってきた時のこと。その頃、諏訪は土着の神モレヤ族が治めていた。モレヤ族は竹見な方の御事が諏訪に入るのを阻止しようとした。そこで天竜川を挟んで喧嘩が始まった。天竜川の岸近くに宝人塚古墳があった。こんもりとした丘のような塚の上に大きな木が何本か立っていた。その中に見事なつるを伸ばした藤の木があった。竹見な方の御事はその藤のつるを切って振り回した。一方モレヤ族は金の輪を投げて戦ったけれども、モレヤ族は負けてしまった。それでモレヤ族は森屋さんに逃げていったそうな。竹見の方の御事はモレヤ族が守っていた諏訪の地に入り、諏訪神社神社を建てた。そして諏訪を絶対に出ないと約束して、出雲の神様に許してもらったんだとさ。今も天竜川を挟んで2つの神社がある。道路拡張のため小さくなってしまったが、藤があった塚には藤島神社があり、竹見な方の御事が祀られている。またモレヤ族が戦った場所にはモレヤ神社が祀られている。おしまいということが書いてあります。で、そういう、まあ、この絵もですね、ものすごく原始的に力強く書いていただいていますけれども、まあ、一般に不思議だなと思えることを一つ、私は小さい頃これを読んで思いました。なんで、鉄を持って戦ったものと、そして藤鶴で持って戦ったものがどうして負けたのっていうのはずっと思ったクエスチョンマークでした。でもそれは未だに何かっていうことはありませんけれども、要するにその攻め、その後ですね、もう一つ言い方のね、すごく言い方が厳しい言い方をされているのがありました。でそれが、もう一つの神話、ここにも これはモレヤ神社の由緒書きになります。そして私も見せていただいたんですけれども、その由緒書きの中に、そのことが書いてある場所があります。ですね、ちなみに諏訪大神が出雲から諏訪へお入りになるとき、小野峠を下ってこられて村屋神と戦われた自責が今の川岸村であった。関係から道村に鎮座する、鎮座増しましたものと見られるのである。そこで村屋神は諏訪大神に陣中して以来、下心を抱かず、まめまめしく伝承を待つ。塚へ立てまつって共に向かいの土地を切り開き、漁をしては猛獣毒蛇の害を除き、耕しては、農作物の増殖を図り、もっぱら郷土の経営に力を入れた、力まれたのであるというようなことが、この由緒書きの中に書かれています。つまり、何でしょうか、相手をですね、完膚なきまでにやってしまうというか、その本当に侵入して、その存在をなくしてしまうということではなく、でまたモレヤ族の方もですね、ある一定程度の、この
村づくりといいますか、そういう共同体というようなものをこう力で作られてきたところに持ってきて来られた神様で、しかも文化を持ってこられたというふうに今井信行さんはおっしゃっていまして、稲文化を持ってきたのではないだろうというふうにおっしゃっていましたし、私も本当にそのことは納得できるなというふうに思いました。つまりその前の焼き巻き時代であったり、こうその前はアニミズムといっていろんな神様にお参りをする、あるいは身近にある石神様であったり、そして大きな木であったり笹の葉であったり、そういうふうなものにお参りをしたりすることで、自分のこの今直面している困難をどう切り開いていくかっていうようなことをお参りしていた。でそこにいつも相談に乗っていたその森谷氏に出会ったというふうに、そういう存在だったと思うんですね。そうするとそこに いつかその文化、新しい文化が入ってきた時にはどうするかというと、それはNHK の方ではね、そこに黒曜石の流通の話が入って、そしてもう少し稲文化が弥生文化ですかという形で入ってくるかどうかっていうところはもう少し後になるというふうにつないでいましたけれども、私もそういうことはあり得たかもしれないなというふうに思いますけれども、いずれそういうことになるだろうということを予測しながら、森谷仙人は、大名寺と明美な方のことを大神として受け入れ、そして、協力してその文化を育てたというか、私はそんな風に考えているものなんですね。で、それで、なぜかと言いますと、その次のあたり、御柱のことについての話が分かりやすいので、御柱の話にしていきたいというふうに思っています。ですね、 1,2,3,4 ページ、に主にこれで、ごめんなさい、3ページの一番、4ページの一番下からですね、4番の御柱祭りにちょっと触れていきたいと思っているんですが、時間がなくなってしまった。諏訪大明神言葉の12段のところには、虎猿の士官に当社造営あり、一国の公勢永代の火薬、火薬ですね、官務の御湯に始まれる、国の人民諸道の交渉を集めて経営する、氏人ならびに国中貴賤人奥の造作をなさず、良材を他国へ出さず、数十本の御柱、上下の大木、神下です、神社下社ですね、神下の大木、日本分け2000人の力にて採用する、違反の者は必ず神罰を被るとあります。縄文の遺跡から御柱が発見されたというけれども、御柱の始まりはなぜこのように続いてきたものかということで、5ページに続いています。さまざまな説がありますが、昭和50年代の頃の交渉の一節が参考になるように思い抜粋してみましたということで、私はこの東北大学の高橋富雄説というものが非常に私たちには分かりやすいなというふうに思いまして、ここに寄せさせていただきました。でこれは、手紙の
漢字で書いています。なぜかというと、これは今井信樹さんとやり取りした先生であるということです。で、ちょっと読んでみます。真理がこれほど部落の人々の手に力強く、ほとんど独占的に、握られている例は認められないという点では、全国の神社神事のうち比類を見ないものです。ほとんど人々の村の人たちの手によってなされるという本場市というのは、そういう祭りであるということを高橋先生は驚きを持ってこのように書かれているんですね。で、現在の形では 100% 近く諏訪の人々の行事です。このような御柱行事が明治以後に新しく始まったものでない以上、諏訪神事の最も重要な担い手は諏訪の人々であったと言わねばなりません。担い手が誰かということですけれども、諏訪神社の関係者のみではないということですよね。で、それよりも人々の行事であるだろう。で、諏訪神とは2つの側面があります。1つは諏訪の全体の象徴です。諏訪盆地はこの神のもとで初めて一つのものとなりました。したがって諏訪神は統一を意味します。そしてそれは下からの意思で受け止められて全体を形成しました。諏訪の全体の象徴でありながら、諏訪神は統一して下からの意思で受け止められて全体を形成したというところが特徴的であるというふうにここでは言及しています。それから御柱は村単位でもあり巻単位であります。で、これも古い共同体の自覚の存在をなします。御柱を建てる形は諏訪の行事から学んだものでしょう。しかし諏訪の御柱のほかに、なおかつ部落でも一族でもその氏神での御柱を持たねばならないのは、部落では部落の神が厳然として生きているからです。それは他とは異なった神、つまり、これは部落と書いてありますが、村というふうに言ってもいいと思います。あるいは区と置き換えてもいいかもしれませんね。で、その意思の確認が必要なことを示します。諏訪ではこうして大社の御柱は、村全団結の緊張した連合、ダイナミックな全体の自覚として必然的になったのでしょう。私は現代における神話のようなものを見た感じでいます。大衆が特別な指導なしに数万の意思統一を一つの目標のもとに表現するということを、ようなことは訓練された近代人でさえできません。ともすれば、これは日本人が生んで今に伝えた集団意思の結集、大衆行動としても奇跡的なまとまりをなすものです。この行事自身を一つの無形文化財に指定の価値を持っていると私は思います。御柱は次のページです。村単位ではあり巻単位です。これも古い共同体の自覚の存在をなします。秋の御柱って通常は巻単位の小宮と言いますね。で、私の家でも9月にはその御柱をする予定になっていますけれども、で、御柱を建てる形は諏訪の行事から学んだものでしょう。しかし、そうですね、これはそこまでちょっと重複していますね。はい、このようなことが東北内の高橋先生からはそのように述べられています。それでこのようなこの由緒書きを読ませていただいて、やはりこの
かなり歴史的には諏訪神社の方に、あるいは、諏訪神社の方に、ごめんなさい、諏訪藩、諏訪藩にかなりこの村屋社は、村屋神社は庇護されたといいますか、大事にされて、そして何かこういろんな出来事がありますと、それたたりというようなことが結構ありましたそうで、で藤の木を使って例えばそれを切ろうとしたときに、それを受け負った人が彼を払ってくれるという、それで彼を2人分払ってくれる、やってもいいよって言って やった人が、じゃあそれ頼むからって、で頼んだその人が発狂したと。でももう本当に 治らずに、京都まで行って治るようなお払いをお願いしたんだけれども、ついぞ治らずに、結果は惨めなものであったそうです。でまあこと、それだけではなく、まあいろんな場面で、たたりがあったことが、藩主にも及んだことがあったということで、この高島藩主がここらをその新しく作ってね、そして村屋神社に、奉納したというような、そういうふうな、ここには由緒の巻の中にも触れられていますというふうにして、非常に披露されておられたと思いますけれども、江戸時代が終わりまして、明治になりました時に、廃藩がありまして、でその廃藩の結果、これは村の方にこう移管されたということになります。それで場所もこのうちに来たというか、地が合ってますからねこのうちに来たということで、書かれていることが、この優勝書きによって私は知ることができました。したがって、この御柱というものは単なる御柱ではなく、この伝統的にこのみんなで協力して困難を切り開いていこうっていう、そうした共同体としてのつながり、これを高めていく非常に大事なお祭りであるということが勝ち付けられるというふうに思いますね。単なるこうやって終わって、ああよかったねっていうだけのことではなく、なぜ7年に一度っていうか、6年ごと7年目ごとにこう来るのかということになると、これはその時代時代によって違いますけれども、戦乱の時代、戦国時代のような時にはその日にちを日延べしてもよかろうというようなことを殿様から言われたこともあるそうですけれども、それをいやそれはそれはやってはいけないことだということで、神長がお諌めしたっていうようなこともあるようですし、また実際日延べしてしまったという時にはやっぱり神様の語りといいますかね、その時に倒れた木の 下敷きになって何人かが亡くなってしまったというようなこともあったようなことが、記録、満日書き留め、神長の満日という時代にありました。その満日書き留めのところにはそのようなことも書かれていましたので、まあそのしたがって、物意味例といって、その本当に清く正しく自分を持っていき、そして御柱の年にもしも亡くなった人がいたならば、その人は別病に、私の家もそうなんです、別病に葬る、したがって自分の今のお墓の中には葬ることができなかったっていうようなことがありましたし、それから病の方も御柱に参加するのに触れられることはできなかったということもありますし、女性はかなり月のことがありましたので、そういうふうなことも求まれたといいますか、その
汚れというふうに、取られた時代も出てきているわけですけれども、それぐらい何を大事としたかということであれば、それはその防止のために水掘りをしたり、みそぎをしたりする、御柱さえもみそぎをさせますよね。火落としをし、もう本当に坂を落として、本当に厳しい、ところを来るわけです。落としてしまう。そしてさらにみそぎのために御柱を落とします。そして清め、そして御柱を来ます。そしてこれは感謝のやり方ですけれども、そしてさらに最後には引き寄せて、引きつけて、そして立て回し、そこまで本当に無事に、やって、協力してやらなければ無事には終わりませんが、それができているということは、その日々、そのためにっていうかね、その汚れがないように日々を過ごしている、真面目に生活するということでしょうかね。平たく言えば、そういうことでしょうか。それでカビをしないで、その嫁入りとか、そういうような新しくこう家を建て直すとか、そういうこともその御柱があるでしょうという、その後にっていうようなことでしょうかね。そういうことが習慣としてはあったようです。今はそれほど厳しくはないかと思いますけれども、心の持ちようとして集団で本当に無事にそれをする、やり遂げるということが村の力だったというふうに思えて、それが1200年以上も前にもう始まって今に至っているという祭りは本当に大事にしなければいけないかなというふうに思っています。ぜひこの川岸っていいますか、橋原の方たち、それから岡谷市、言っちゃえば岡谷市でしょうね、そういう人たちだけではなく、いわゆる諏訪の人たち、あるいは信濃の人たち、みんなこの御柱をやるにあたってきっとそういうことを考えながら、皆さんで協力し合って今度はこうしようぜっていうようなことで、無事に終わるっていうことで、お守りも作って、そして前の木でですね、お守りを作って開けさせて、そしてやるというようなことが行われているのは、その名残って言いますかね、これからもこういうふうにしていくのかなというふうに思います。でそんなことを精力的におやりになっているこの村の方々が、本当に私は尊敬しておりまして、ここまで伝えてきてくださっている皆様のことを忘れてはいけないし、これからも何かできることがあればさせていただきたいなと、祖父もそういうふうに言ってるというふうに私は聞こえるような気がします。そして最後一つ、祖父が口癖のように言っていたのは、私のものであって私のものではないっていうようなことをよく口にしていました。でそれは小さい頃は私はあまりよく分かってなかったんですけれども、この場にまた来させていただいて、なんかふっとその言葉が思い浮かびました。でそれは何かというと、独占とか自分のものっていうものにしてはならぬということでしょうかね。で自分のもののようであって、自分のものでは実はないんだよ。でそれは他者のものでもあるということを、祖父は何かこうふっと私にも伝わるようなことではなかったかというふうに思います。言葉だと覚えています。でもこの場面で皆様に今日お話ができたということは、祖父のその大事な言葉を皆さんにお伝えして、私もそのつもりでおりますということをお誓いしたいと思いまして、今日お話しさせていただきました。ありがとうございました。大変ありがとうございました。